おはようございます、佐藤慎也です。本日はですね、抽選ということで、100人ほどのお客さんが今並ばれているような状況なんですけども、今日はねちょっといい番号が引ける気がしますね。さあ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 、いよいよ抽選です。おはようございます、お願いします。黄色いボタン、はい、ゼーツゼーツゼーツ100人ぐらい並ばれてたんでね、完全に後ろの方ですね、これ。絶弱いっすね、ちょっと、絶さん。おはようございます、サトシーニョです。本日は第37回ガチサバということで、本日はですね、愛知県天白区にあります、プレイランドキャッスル天白店さんにやってまいりました。こちらです。じゃじゃん、負けないぞ。はい、それでは、前日の下見の映像からどうぞ。はい、それでは閉店15分前ということで、今から閉店チェックの方をしていきたいと思うんですけども、こう番長ですね、こう番長コーナー履歴をね見てる感じだと、まあ、今日はね水曜日なんでちょっとあのリセットもしかしたら多めだったかもしれないですけど、まあ、ゲーム数当たりのゲーム数を見ると前日はちょっと寝台入れ替え天休日で、まあ、こんな感じで、ちょっとね酔い腰で当たってるんじゃないかなみたいなゲーム数が結構多いんですよね。これ前々日のデータですね。まあこんな感じで、でそういう台も他にもそんな感じの台が結構あるありますし、下見してるお客さん、ゲーム数をメモってるお客さんがやったら多いんで、まあ、おそらくハイアナはできるホールさんだと思います。でこの辺のエヴァなんかもね、だから今 ART 終了後から813ゲームで、仮にこの台があのリセットされてたとしてもエヴァなんで、まあ、朝一からリセットされてても打てると、まあ、この辺の台は狙い目にはなるかなと思います。であとゴッドとかにも、結構今日ハマってる台とかあるんで、まあ、その辺のリセット狙いだったり背置き狙いで打てる機種は、まあ、何台かあるかなというような感じです。はい、ちょっと花々鳳凰のコーナーに来ました。こちらの角2台とか今合算が156分の1と153分の1、あのゲーム数見てくださいね、圧倒的このゲーム数もう9000回って、こちらの角2なんかはもうすぐ1万ゲーム回りそうな勢いですよ。でね、この今日はまあ一番強い水曜日ということで、こういうねもう合算はねあんまり良くない台でも8000、9000ゲームもうザラに回ってます。もうどんどんね見ちゃってください、これこの稼働、まあ、今閉店で15分前なんでさすがに、お客さんもだいぶ引いてますけど、本当に9000ゲーム8000ゲーム超えてる台がもうあっちこっちにあるんですよね。水曜日だからそれはそんだけ回るだろうと思いきや、あのね平日でもものすごい稼働なんですよここのホールさん。はい、水曜日以外のデータですね、これがだからこれ月曜日、日曜日で、これが土曜日、金曜日、木曜日みたいな、もうこの稼働ですよね、圧倒的な、もうだ平日でも平気で5、6000回るんで、とんでもないんですよ、稼働が。だからあの明日はこちらのホールさん、別に強い日でもなんでもない日なんですけど、あの平日でも本当ちゃんと設定使ってるホールさんなんで、なんか強い日じゃないからといって設定狙いできないというわけではないんですよね。じゃあちょっと花だったらどこ狙うかっていうところなんですけど、あちょっとねこんな感じで見てもらいたいんですけど、今日がまあ水曜日ですよ、水、火、月、日、金、木、水で、これが要はこれ先週の水曜日のデータね、137分の1で、木曜日のデータ見てください、こんな感じでね、あの強気が結構強いんですよ。で僕一回あの先週の木曜日見に来て、あの花々のデータとか取ったんですけど、あの他の台も結構ねその前日強かった水曜日の台が木曜日あの据え置きでまたガーッと出てるような台とか、まあ、普通の平日でも月曜日火曜日で出てる台が背負われてるような台が結構多いっていうイメージを持ってて、で今日さっきあのちょっと話しかけていただいた常連さんの方と話したんですけど、やっぱ背負き強いって言われてたんですよね。だから明日朝一は花々特に鳳凰この辺強いんで、この辺の、今日出てる台の
据え置き狙いでまずセッティング狙いをして、でもし積もれなかったら今ねたくさんゲーム数メモってるお客さんいらっしゃいますんで、もしダメだったら、そのお客さんに混じって明日は、後半はハイエナ的な立ち回りをちょっとしていこうかなというふうに思ってます。はい、ということで、下見の方させていただきました。まあ狙い台はね、下見でも言った通りちょっと花々の方を背泳ぎ狙いで打っていきたいなというふうに思ってるんですけども、今日のね抽選番号が、100名弱並んでる中で74番ということでね、これちょっと後ろの方だったんですよね。なんでちょっとね台取れるか分かんないんですけど、まあちょっと前の方のお客さんの動き見ながら、相手したら昨日出てる方をちょっと打ちたいなというふうに思っております。で今日は5000枚チャレンジもね狙わないといけないんですけども、まあだからね朝一いい台にバッと座ってもう連チャンさせて5000枚ぐらいねバッとねこう気持ちよく出せればいいなというふうに思っております。それでは第37回ガチサバスタートです。頑張るぞ。さあさあさあ入場です。あ、ありがとうございます。ざまーす。あ、かわいい。ざまーす。お願いします。さあさあさあ、初めてのホールさんでの立ち回りになるんでね、やっぱね初めて来るホールさんはね楽しみっすよ。ざまーす。さあ始まりました第37回ガチサバ、解説は私ピスタチオ田中とコシアンです。よろしくお願いいたしま す, さあ狙い台空いてるか、ほうどうかな。うわーいるな。あ、空いてるんじゃない。ちょっと待って、ちょっと待って、空いてた、空いてた、空いてた。これかな、俺が狙ってた台を。あ、これですね、これにしましょう。いいね、はい、取れたじゃん。据え置き狙い、あの狙ってた台取れました。昨日ですね、まあ、ちょっと、こんな感じのデータですね。どうね9000回っていや素晴らしいですよ。割とその150分の1切ってる台とか付近の台の中で一番この列の島の中で出てない台の背置き狙いで、ちょっともしかしたら中間設定とかの誤爆の可能性もありますけど、昨日ねこの列はね他の列に比べるとちょっと弱かったんですよ。あ、でもやっぱ前日やっぱり回数ついてる台、合算がいい台、そういった台を狙われてるお客さんが多いですね。あとはへこみか、へこみですね。この台とかは前日出てないですもんね、合算も悪いし。出目変わってますね。前代っていうか見たか 見れるところは全部出目変わってます、ね。楽に効かなそうです。外回してあるかもしれないですね。まあとりあえず朝一はこの台で、行きたいなと思います。さあ朝一の狙いは背置き狙いで、前日から狙っていた花々砲ということで、どうですか小石さん。いいね。花々砲を打っていきたいと思います。スルッといきましたね。出目変わっててスルッといきましたね。今周り見てきたんですけど、もう花々打ってる人ほぼ全員前日の、回数がついてる台、合算がいい台、ほんと背置き狙いで立ち回ってる人ですね。であと何人か 2,3 人ぐらい前日ほんと極端にへこんでる台ですね、合算が悪い台、出てない台、そういった台を狙われてるお客さんが 2,3 人ぐらいいらっしゃるような感じですね。なんで狙い台自体は、今日この台、まあ、間違ってはないと思うんですけど、まあ、今日はこの島の中で、合算が比較的良くて、出てない台を僕選んだんですけど、まあ、割と皆さんしっかり出てる台を選ばれてるんで、そこがこの後どう出るか。前代がね背負いてあるとかそれは絶対ないんで、昨日合算が良かった台の何台かですよね、背負いてあるのは。稼働ももうかなり、おっと光った、朝一1000円で、24ゲーム、いいっすね。おいビッグ
いいっすね、幸先かなりいいっすよ。24ゲームで光りました。さあ、そして光っております。あー、ここは残念ながらチェリー。いいね、いいね、いいね。朝一の抽選はね、悪かったんですけど、こう最初の投資1000円でビッグ引く、これはシミュレーション通り。そしてね、次のレギュラーぐらいで、レギュラー後にパニクラが出て、おーし、これでもう今日は積もったと。早いよな。ボーナス2回目だぞ今。よっ、来たー、滑ってきたー、スイカー。よーし、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 さあパニクラはどうか。ここはパニクラしないんですね、シミュレーションだと。なるほどね、はい、2回目のレギュラーが肝心ですから。まあまあ、レギュラーの後のパネフラだったらね。いや、これ朝一にしてはかなり上々の立ち上がりではないでしょうか。まあ、花々のあの稼働はかなり今日高いんですけど、AT-AR 的に関しては、まあ、信頼系が比較的生まれが早かったのと、あとはね、やっぱバージリスク、バージリスク絆が、今フル稼働だったかな、さっきちらっと見た感じでは。バージ絆に関してはね、あれも毎日平均で5、6戦も回ってるんで、かなりね、稼働いいんですよね。で、やっぱ毎日1台ぐらいは ありそうだなっていうの台も見て取れたんで、おお、早い、18ゲーム。いやー、ビッグ。あれ、ここはレギュラーでパネフラだったんで。めっちゃ喜んでますよ。もう忘れてますよ。シミュレートと違うけど、はい、楽しいっすねって言っちゃってますもん。ずっと打ってられます。来た、よっ、イエス、ナイスか、本気、グッジョブ、グッジョブ。さあ、パネフラはどうかな。パネフラなし。はい、さあ現在42ゲームで、ビッグ2回来たか、そしてビッグ中のスイカがそれまた2回ということで、この挙動はですね、積もりました。これ可能性あります。さあ今後のこれ展開にね、これいないのか今日は。必殺芸能人。51ゲームこっちでいこう。いやー、レギュラー、なんとなんとレトロ、レトロですよ。いいね、立ち上がり抜群っすね。ねえ、すごいね。これはもうドンピシャで狙い台ハマったんじゃない、これ。はい、レギュラーのレトロサウンドですよ。2500枚ぐらい出てますけど、わーっと滑ってきた。うわあ、追加かと思いきやビッグ。いや、こぼせた可能性すらある、これは。左色怪しかったっすもん。さあ、今のビッグで1回追加出ましたね。これで今現状3回ビッグ来て3回追加が出てる、非常によろしい。ありますよ、これ。俺はマジ5000枚目指せる、今のこの確率でいけば。うわー、500超えた。なんだこの天国と地獄感。まあまあ、けどこれぐらいのハマりはね。そうですね、うん、急に500ハマるとか。今合成確率が164分の1。ほほー、光るのかな。このあと光るのか、光らないんじゃん、もしかして。もう今日はきついな。心が折れそうなる。さあ、持ち玉がなくなりました。ちょっとね、もうちょっと打ちます。追加投資。いやけど、この1回のハマりだけじゃやめれんよね、花はね。うわー、来ました、やっと当たりました。871ゲーム。おー、ビッグ。レギュラーだったらどうしようかと思いました。追加投資が、150枚です。
なんで今総投資が200枚でビッグ引いてるんでまだ勝ってます。総投資4000だったらまだまだいけますよね。え、はい、さあスイカはなし、金フラもなし、多分もう結構やめる人多いんじゃないですかね、こんだけハマったら。かし僕はやめない。まあ、今日接点狙いで花花4を打ってますけど、6はね、まあ、目標っていうのもあるし厳しいと思うんですよね。でもまあ昨日の確率見ても5ぐらいな感じで、4、5ぐらいをね視野にちょっと今日打ってるんですけど、で今日来てるこのキャッスル天白天さん、相当花花なあの毎日筆使って甘く使ってると思うんですけど、1はね多分ね平日でも使あんま使ってないんじゃないかなと思うんですよね、データ見る限り。なんでもう1がない2ベースで使ってると勝手に仮定すると、レギュラーのサイドランプとかは本当左に寄ってくれた方が個人的には嬉しいですよね。結構やっぱ2をベースに使って1に使わないっていうホールさん多いと思うんで、花とかジャグラーは確かに1辛いですもんね。うん、何があろうが勝てないからね、はい、いや右肩下がりっていうイメージしかないですね。何がどう転ぼうが勝てないからね、まず。おー、来た。さあ、ビッグレンチャン来い。さあ、来ました。55ゲームあるよ、あるよ、まだわからないよ。さあ、来た。いいよ、うん、3連チェリー。うわー、しかった。84ゲームレンチャン、レギュラー。オッケー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 。左、おーし、光った。まあこうやってしっかり光ってくれればいいんですけど。あ、レギュラーだ。何ゲームだ、ちょっと待ってくださいね。42ゲーム今合算が151分の1ですね。5ぐらいになりました。さっきのハマりが嘘のようでしょう。これが花なんですよ。だから本当お店の傾向とか出玉状況とか本当ね、それを最優先に考えて当日の、設定数足の数字なんかは本当確認作業でしかないんで、本当にね分かんないんですよ、数字だけだと。800ゲーム以外は今のところ全部100ゲーム以内に当たってんのにね、いまいましいぜ。871ゲームハマり、さっき4連した後は鬼のようにはまりましたからね。5連どころか、そうなるとまた嫌だな。マジでこの台4回連チャンしたら5回目はまるような仕様なのかも。さあ1500ゲーム回しました。現在ビッグ5回、レギュラー3回、合算187分の1。さあどうしよう。今ちょっと気になってることがあって、朝一ですね、前日回数がついてて合算がいい、ニューキング花花で、1ゲームだけ回してガクンしたからやめるっていうお客さんがいらっしゃったんですけど、東大ね今出てるんですよ、しっかりレギュラーもついてて、で僕朝一出目を確認したら花花とか北斗楽器を聞くやつは全部出目変わってたんですよね。
でその台が学して今出てるってことは前日そのしっかり設定入ってるんだけど学したから設定変更されてますよっていうフェイクをあえてお客さん、お店側がかけてでたとすれば僕の台これ学しなかったじゃないですか朝一だから捨て置いてますよって見せかけて実は打ち替えてあって可能性がちょっと出てきますよね。すると思う？しないと思います結構そんな面倒くさいことを気にしてるホールさんって少ないと思うんですよね。自分で学訓見てなかったんだったら危ないかもしれないけどね。ちょっと左打ってみようかな。ちょっと映りますね、1550ゲーム今現在342ゲーム。ちょっと一回やめます。ここ2打目早はい、じゃあちょっと出戻りですけど、さっきの台342ゲームから打っていきたいと思います。ふらついてんな。ちょっとやばいですね、うん、そのなんかニューキングですよね。あのニューキング学訓した台が前日合算よって学訓した台が今しっかり回数がついてる。この台は前日いい台で学訓しなかった。出目は変わってた。迷うな。それが迷うんだよな。迷わせる。あ、こぼしました。出た。初めて約3時間15分。本日一発目のスイカこぼし。これでようやく花もね目を覚ますと思います。こっからもう。チカチカ光るんじゃないですか。これようやくサトシのスイカこぼしたかと。やはりそうでなくちゃ。チキショー、今日はこぼしたくなかったのよ。いやもうすでにこぼすこぼすスピードですよ。わあ来ました、入りました、スイカこぼし目から当たりましたね。こぼしめこぼしめってなんすかやべ、やっぱ面白いな。さあ何ゲームかな。429ゲーム。スイカは、スイカは出るんですよ。本当に合算位がいいんです。おわー、パテムラ来た。台が出れてくれないかね。よし、もう決めました僕は。この台と信じをします。のようやく現在8回ビッグ引いてスイカ8回で、パネフラ上だけですけどパネフラが2回で、レギュラー中のサイドランプが左が2、右1ってか3回しか引けないのか。今合算が1880回して170分の1か。もうベルはもうめちゃくちゃいいっす。今 6.57 分の1ぐらい。よっしゃ来た。よしよしよし、もう大丈夫、心決めたから君と頑張る俺は。どうぞ、この台と心中することを決意しました。ここから伸びてくれると信じて打っていきたいと思います。よしよし、いいぞ、左に寄れ。無事スイカもこぼし。お、すごい。お、お、いいね、いいね。めちゃ連チャンしてるじゃないですか。お、いいじゃん。起きたかこれ。あーいいっすね。おー来たね。これはありますよ。頑張ったかったな。はい。さあ、この台
ターで今3000ゲームな回しました。今ビッグが13回でレギュラーが6回、合成確率が157分の1ですね。でベルが3000回して440回出てて、6.81 分の1ぐらいですね。でビッグ中のスイカが、ビッグ13回中14回出てます。でビッグ5のパネフラが上部だけですけど、これが3回出てると、13回中3回で、レギュラー中のサイドランプなんですけど、左が3回右が3回で1対1、レンチャン中のレギュラーのレトロが、1回出てますね。現状ですね、まあまあ下はないだろう、予想としては3、4、5のどれかかなというふうに思ってます。多分6は厳しいと思うんで、2分の1じゃねえか3、4、5出て2分1じゃねえかやっと当たりました。251分の1、あ、違う、すいません、251ゲームレギュラー、そりゃそうだ、俺はゲーム数間違ったらレギュラーです。変なこと言っちゃったよ。もうちょっと右に寄ってきたな、左に寄ってほしいんですよ多分ね。6はね、さすがにね、木曜日でしょう今日、入れないと思うんですよね。4ぐらいありそうだよね普通にね、うん、勝つだけだったらもうこれタコ粘りでしょ。そうですね、うん、5000枚はさすがにこの時間からって考えてもちょっと厳しいかもしれないですけど、しかもプレミアです。さあ、73ゲームビッグやったぜレンチャン。おお、またパネフラした、ちょっと強いな。これ6どうだ、あんの、ね、いや高望みしすぎか、現実的に5を考えよう、5を意識してると。よかったよ、ほんと戻ってきてマジよかった。一回別れた彼女とよりを戻した気分です。いやー、より戻してよかった。はい、ほんとっすよ、よかったよかった。俺のこと嫌いなのかなと思って一回振ったんですけど、本当は好きだったみたいですね。嬉しいな。おー、来た、当たった、62ゲームよいしょ、ビッコイ、あ、レギュラー、さあ9回目のレギュラーです。さあどっちだ、右、おー、右に寄ってきた。何なんだ、4回、いや、しかしやっぱ本当5000枚チャレンジどうしましょうかね。どっかでやっぱ勝負しないとダメなんですよね、 ATR 的で。やっぱ愛知のホールは本当、まあでも置き抜きっていう手がある。おっと、来た、真っ赤に染まっております。よいしょ、いや気持ちいい、早かったっすね。何ゲームだ、21ゲーム、素晴らしいですね。さっきちょっと話の途中だったんですけど、本当ね、5000枚どうか出さないといけないんですよね。勝つには本当、花々とか前タイプ中心に設定狙いをして、まあ、やっぱどうしても愛知が花々とか置き抜き強いんで、その辺を狙うのがセオリーにはなってくるんですけど、じゃあ設定入って見やすい置き時で5000枚出るかって言ったら、5000枚はね、なかなか難しいんですよ、これが2、3000枚だったら全然出るんですけどね。いや、俺は花よりはあると思うけどな。ただ6積もったら5000枚出ないからね、置き時。そうなんですよね、うん、6を積もったかといって他のを積もるとやばいからね。やばいっすよ他のを積もると5000枚は出るけど3枚で出ない可能性があるんだよね。そうなんとか頑張りたいな。でも5000枚はしっかりクリアしたい。
確かに、おーしゃ、光った。154ゲームよいしょ、メギュラいや、でも俺2、3万負けてるんじゃないですかね。おっと、右で緑出ましたね。これちょっとやっぱり偶数寄りなんだろうな。そうなると本当これ6あるのって感じになってきますよね。さあ今のレギュラーで、サイドランプ右で緑が出ました。いいね、レギュラーも追ってきたしね、はい、さらに高まったわけですけど、今レギュラー11回引いて左が4、右が7でしょ、うち1回が緑。5を否定するとすれば、まあ、4か6になりますけど、4か6どっちかって言われたら、この今日の内容だったらこれ6になるけど、マジですか。どうなんだろう、4の引き必要なのかな。まあまあまだ時間あるんでいっぱい回したいんですけど、ちょっと楽しみな展開になってきましたね。おっと来た、35ゲームよっしゃー、できた。さあ、4000ゲーム回しました。ビッグ19回レギュラー11回、合成確率が133分の1ですね。グラフこんな感じです。多分ちょっと今2000は超えてると思います。目玉もいい感じ で設定数字のところなんですけど、ビッグ19回中、スイカが15回、でパネフラがですねビッグ5上だけなんですけど5回出てます。で上下はまだ出てないですね。でレギュラー11回引いて、サイドランプが4回、左4回に右が7回ということで、右寄りでかつ7回中1回緑に光ってるんで、ちょっと奇数を否定し始めましたね。偶数っぽいかなっていうところで、であとベルが若干てかだいぶ落ちて今 7.2 分の1ですね。まあこの辺踏まえても、まあ高設定は間違いないです。積もってることはもう間違いないと思うんですけど、5を否定するとすれば否定しかかってるんで、今4、6、この辺になってくるのかなと、まあ、現状。さあ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 設定どうなんでしょうね。まあ、6であれば、いや本当6の可能性もねちょっと出てきたんで、ね、もう本当終盤戦ガンガン回していきたいと思います。大変なことになってます。そうですね、これでやめたいと思います。今現在1282ゲームハマりました当たりませんで今持ち玉、これちょっと係数機がついてるんですけど、今日今持ち玉が326枚なんですよ。で全部で5000円使ってるんで、ちょっとここでやめて価値をキープした状態でやめたいと思いますこんな感じですネタ恐ろしいな、なんだこれ。マジか。左の隣の台で250枚使ってるんで、もうほんのちょい浮きですね。76枚プラス、いやー、こっから下がるかね。いやちょっと4000ゲーム回してあんな合算良くて、しかも他の数字も良かった台がこんなに豹変する、これはねプライベートも含めて初めての体験です。いや鼻怖いですね。ということで本日はこれにて終了したいと思います。お疲れ様でした。はい、じゃあちょっとエンディングの前にホールをぐるっと見て回りたいなと思います。この台がすごい出てますよね。ニューキング、花
5000ちょい回って合算1/107、レギュラーもしっかりついてるんでありそうですね。でこの台が島で、一番出てないというか回数ついてない台なんですよね。だからああいう台はもしかしたら比較的狙い台になるかもしれないですね。でこの台僕以上今日の狙い台の一つだったんですけど、急に花前日合算良くて回数ついてるんですけど、ちょっとレギュラーに寄っちゃってて、あんま出てない台なんですよね。で今日もそのまま末を置いてくれるかなみたいな感じで思ってたんですけど、いい感じで出てるんで、狙い目自体はね間違ってなかったと思うんですけどね。あこの台なんか結構出てますけどね。昨日がでも、あ昨日はそんなあれか出てないのか、今日は出てますねしっかり。ちょっと ATAR 的に関しては、まあ、今日は木曜日ってこともあってそんなに良さげな台は見当たらないんですけど、やっぱ花あとまあオキドキ、あとジャグラー系、多分この辺はかなり強いですね。お疲れ様です、ただいま実戦の方終了いたしました。それでは本日の結果から発表したいと思います、本日の総都市250枚、そして総回収が326枚ということで、本日はなんと76枚も勝利することができました。やりました、勝ちはしたのですが5000枚チャレンジには届かなかったので、残念ながら配給はそのままということになります。いやー勝ちましたね、嬉しいです。はい、それでは本日の振り返りをしていきたいと思います、本日ですね、1日花砲を打ちました。で、まあ、2台打ったんですけど、まあ、2台目に打った砲をほんとちょっとしか打ってないんですけど、これがまあ1台目の持ち玉をそのまま持ってきて250枚使って回収が1枚ということで、まあこれは置いといて、まあ、長く打った砲のやつですね、こちらがですねトータルで5255ゲーム回しました。でビッグが19、レギュラーが11回ということで、で合算が 175.1 分の1ということで、まあボーナス回数最終的には悪くなっちゃいましたね。でベル確率がまあまあ、最終的に 7.42 分の1、めっちゃ悪くなりましたね。でビッグ中の、スイカ確率なんですけども、19回ビッグ引いて、スイカが15回出たということで、これもまあ6ぐらいの数字で、でビッグ後のパネフラなんですけども、上部だけなんですが、まあ、5回、19回中5回光ったということで、かなりこの辺もまあ良かったのではないかなというふうに思っております。でレギュラー中のですねサイドランプなんですけども、左が、4回で右に7回だったんですけど、右に1回ね7回中1回緑が出ましたんで、まあまあ偶数寄りだったのかなというようなところです。まあこの辺踏まえまして、まあまあ下はね本当にないと思うんですよ。ただ最終的に5、6も厳しい感じになってなりましたし、あって4かなと、もしかしたら2だった可能性もあります。はなはな分かんないです、難しいです。はい、ですね本日1日はなはな砲を打ってきたわけなんですけども、狙い台の絞り方的には悪くはなかったかなと思います。で候補台の何台かもやっぱりちゃんと出てた台もありましたし、まあ、新しい発見としては回数がついてない台も狙い目になるのかなというようなところが、分かったかなというような感じで、今日はまあ1日立ち回りました。で、まあ、日付的にというか曜日的に水曜日が強いホールさんで、まあ、木曜日打つっていうね、またところだったんですけど、まあ、自分が座った台今日最後ね1282ゲームハマったということで、まあ、4000ゲーム回した時点では本当合算6ぐらいあったんで、まさかねあそこからこんな落ちるかと、ちょっとプライベート含めても4000ゲーム回した時点であっこまでね下がるのはちょっと初めてだったんで、はなはなの恐ろしさを痛感しました。とりあえずね勝ちはしたので、まあ、次回につながる、つなげたいなというふうに思っております。で、次回が10月の20日、またすぐね、撮影の方入ってますんで、そちらのホールさんでまた頑張っていきたいんですけども、多分花になると思います。花が相当強いホールさんなんで、まあ、ちょっとここはしょうがないなと、
なかなかちょっとね、花々以外で見せる機会が最近少なくなってきてるので、まあ、その辺すごく悩みではあるんですけども、まあ、しっかり、与えられたノルマをクリアして勝ちにつなげていきたいなというふうに思っております。はい、それでは本日は若干残念な、若干じゃないな、もう相当この中では腹が立ってますけど、まあ、次回しっかりまた勝てるように頑張りたいと思います。それでは第37回ガチサバこれで終了です。さよなら。はい、それでは第37回ガチサバ終了となりましたが、結果はプラス76枚です。越さん、いやー、これ手通して済んでてよかったね本当にいやー、すごいなー、本当鼻怖えよな。あんなことだって、なんかほら、チサミン時とかなんかこう、あんなが怖いっすねとか言ってたから自分に振りかかってきてあー、本当鼻鼻の、名と案というか、本当別れた結果ですね。いやー、すごかったなー、はい、どう思う、あれ。まあけどあるよね、普通ありますよただ最後デレツンだっただけで最後当たらなかっただけででもまあプラスはキープしてますんで。そうね、はい、うん、ただやっぱね、ほら負けちゃダメだっていうのと、はい、まあ6つ持った時に5000枚を狙えるっていうので花の連続になってるからね、はい、ちょっとねルール変えようかなと思ってるんだけど、デクももういないし、全そうですね、うん、鬼軍曹もいないですから、なんかこう一発で5000枚じゃなくて、例えばなんかこのシーズン、そこのシーズンで最後のクリアするときにトータルで3枚5000枚超えてるとかいいですね、うん、で5000枚チャレンジって言って3回のうちで5000枚を突破するとか、うん、そうそうトータルで、うん、そしたら幅も広がりますもんね。そうだよね。まあちょっとあと2回ぐらいちょっと 見ますか。見ようか、はい。まあ、ちょっとサトシのこと考えたら、そう、あの花打つなとは言えないからね。そうですね、花マスターですから負けらんないからね。そうですね、負けてもいいんだったら多分花以外打つんだろうけど、はい、負けても、5000枚を狙えっていうあれだったら多分狙うんだろうけどね、はい。じゃあそれでは、まあルール変更あるかないかは分かりませんけど、第38回を、まあ、とりあえず楽しみに、はいはい、本日はいろいろありがとうございました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。